ジャニーズ事務所がですねいよいよもって本格的にに被,、えー、被害者のの救済の方に動き出しました、えーと。まず前提としてですね BBC が3月末に報道した番組内容の中でいわゆる被害者の中でこの被害者救済のために旧ジャニーズ事務所現在のスマイルアップにボランティアとして協力してくれている方がいて。 ここれれ細かいところは発表されておりません、えー、なぜかと言いますと細かいところを発表するとどんな人なのかどの時期に在籍していたのか、まあ、これは単純に年齢を言うだけで旧ジャニーズ事務所のファンのいわゆるジャニオタの皆さんは大体特定しちゃうらしいんですね <laughs> やだおっかないやだおっかないんですがなのでこの細かいところは発表していないのですが逆に言うといわゆる当事者被害者 協力してくれることによってその本当の被害を受けたと申し出た方の事実関係の確認がしやすくなるというのは今回のはまあ、分かりやすい言い方をすると第三者委員会のような形で被害の救済に当たってるわけですねどういうことかというと具体的にその時その現場で何が起こっていたのかもっと言うと いわゆる合宿所と言われる宿泊施設の中の話っていうのはその中ににいいた人しかかかわらないことって普通にありませんかねクラブの合宿部活の合宿だとかでもその泊まっている中の学生さんであったり部員であってそこでなければわからないこと、まあ、多分そういうこともあるので被害を訴え出た中で協力してくれる方にはしかもこれボランティアということは まあ本当に無償でやる、あくまでこの被害の救済のためだということで協力してくれている人、これを旧ジャニーズ事務所、あスマイルアップはですね、BBC の方からの取材申し込みに対して東山紀之社長が答え、さらに、さらにという形で実態を知ってもらうために、このボランティアスタッフの取材しませんかと BBC に声をかけたら、BBC はそれじゃあ話をということで、ただし、この 取材を受けたことも、さらには、その内容ももちろん報道しないでほしいと。あくまで全容をつかんでいただくために、ボランティアの方の話を聞いてみませんかということだったんですけれど、これ喋っちゃった。次は番組の中で報道しちゃった。さらには、その後4月に行われたリモートでも記者会見。BBC の方が BBC のモビン・アザン来ちゃったとか、 あるいはプロデューサーが来日して外国人特派員クラブで記者会見を開いたんではなくリモートでですから先方さんはイギリスにいるのかどこにいるのか分かんないですけどリモートでの記者会見でそのボランティアで協力してくれている方の存在を話しちゃったこれが約束違反だろっていうところで抗議したスマイルアップの方が BBC に対して抗議をした。さらに東山の之社長が 誹謗・中傷とかなくさなければいけないと発言しているところを切り取った切り取ったことによって大きく印象が変わるものが垂れ流されているこの2点についてスマイラ e − u の方が BBC に抗議をしたで BBC の方はこれに対して「いや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 こ,こちらの方はねちゃんとちゃんと弊社の基準で BBC の基準であのちゃんとやってますんで」ということなんですけれどその基準でちゃんとやってますっていうのはほぼお気持ちの表明です。 自分たちの中での。まあ言うなれば BBC お前の中ではなというところ。まあこれ厳密に言うと BBC の方の、えー、BBC ニュース広報アカウントっていうところの反論なので厳密に言うと BBC 本体じゃないだとかまあいろんな話がありますけれど BBC 本体の方がこれを否定していない時点でまあ沈黙は同意だと私は理解しています。ただ スマイルアップの方が明確に反論をしてでしかも BBC とのやり取りにおいて録音をしているというんであとはこの録音を公開すすれば完全決着です BBC が約束をしていたのかしていないのか、まあ、公開しないことについて約束をちゃんと聞いていたのかいないのかそして東山紀之社長の発言に関してはスマイルアップ側が主張する通りなのか BBC が言ってる方なのかもうその録音を出せば決着がつく。 今の段階では BBC は一応そんな弊社の基準ではちゃんとやってますということが発表されただけさあ今度録音を出すのか出さないのかっていうところを私は待っていたんですけれどしかし別の角度からあとよりは本当の意味での被害者救済の方に舵を切るというか一歩を踏み出しているのがスマイルアップだということが明らかになりましたそれがですね5月9日の朝日新聞のこちらの記事に 旧ジャニーズ事務所調停申し立て石丸志門さんへの被害保障をということで旧ジャニーズ事務所スマイルアップの創業者故・ジャニー北川氏から被害を受けたと訴えている石丸志門さんが9日被害の保障についてスマイル社から裁判所での調停を提案され合意したと明らかにした石丸さんは同社が設置した被害者救済委員会から1800万円の保障額を提示されたが不服を申し立てていた これについてまあ被害を訴えているんですがこれについてこの1800万円を提示された時に石丸志門さん到底納得できる額じゃないというようなことをマスコミの取材に答えておりましたこれがなぜスマイルアップが本気を出してきたのかというと解決ししよようとててるってこななんんでですすれ日本は法治国家なんですね BBC のモビン・アザー記者などはなんだかそのね被害を警察の方に駆け込んで訴えろって言うんですけれど。 日本のは法治国家で、少なくとも今の被害救済とかっていう話で言うと、事後法になっちゃうんでできない。その被害になるものが起こった時に、日本の法律では裁けない。さらには時効を迎えているものも多い。ただその中でも、やはりこれは被害者の救済をしようというんで対応しているのが今回のことなんですよ。そしてこの回復をするために、お互いの気持ちは、 これはどうにもならないですで。特に今回に関しては、石丸志文さん側のお気持ちが認めていない。1800万円では認めないということだった。これですね、ごめんなさいね。いささかビジネスライクに言っちゃいますと、法律的な責任はないんですよ。事故になっちゃってるんで、スマイルアップ側には。 これ旧ジャニーズ事務所がスマイルアップになったからっていうことではなくもうもはや旧ジャニーズ事務所の時点で時効になっていることなのでまあい,いらないんだったらそのままでいかがですかというかうんそっとじそっとじしといたらこれそのまま終わっちゃうんですよあくまで旧ジャニーズ事務所スマイルアップの方が、まあ、これぐらいでいかがでしょうかということを提示しているでちなみにこの手の案件からした時に1800万っていうのは超破格です そうすると、今回ジャニーズ事務所が裁判所を通じて調停という形を申し出た。これは解決しようと。この、しかも裁判費用。これに関してもジャニーズ事務所、旧、えー、スマイルアップ、現在のスマイルアップの方の持ち出しで解決しようと。解決のために本気を出したということなんです。日本のマスコミは、必要に終わったことであっても、ほじくり返して、ああだこうだとやりますけれど、 法律論で言ったら終わったことになるんです。この終わらせることの重要性というのは終わったことによって次が始まるんですよ。被害者のへの保証が全て終わったら旧ジャニーズ事務所はなくなるんですよ。スマイルアップはなくなる。どれだけ頑張って、どれだけ汗をかいても消えてなくなるため、いや今必死で汗をかいてるのが消えてなくなるために取り組んでいるんですよ。 だから裁判の費用を出しても裁判所で調停という形で解決しようと日本は法治国家なんです日本は法治国家なのでお互いのどうしても納得ができないところがあったんならば最後は司法裁判所で決着をつけるというそこに出たんですねこれは私高く評価すべきだと思いますこれそれぞれの思いがありますのでこれをもってどうだっていうことを言うつもりはありませんし、まあ、しかし ハンドルネーム、さゆさんのツイートをご覧いただきます。民事調停に移行するジャニーズ当事者の会ということでですね、1800万円でも納得しなかったのかな、ということで、えっ、ー、と、まあ、こちらですね。BBC の報道がある前は、ダンスを踊ったりとかですね、こちらは、故、ジャニー北川氏のお別れの会です。えー、こういうことがあったということを踏まえて、 一連の報道というものを見ても、ただし、それでも気持ちというもの。気持ちというものは揺れ動きますので。これをもって、私はああだこうだ言うつもりはないです。ただ、これを踏まえても。今、スマイルアップというものは被害者救済の方に動いているということなんです。これ。それぞれの当事者について、私、何か言うつもりはありません。 マスゴミの皆さん、これ報道してますかって話なんです。私の批判の対象は一貫してゴミどもです。間違いました。マスコミです。旧ジャニーズ事務所スマイルアップ東山紀之社長も含めて盛大に吊るし上げをしておきながら、その重要な背景情報について一切、一切のレベルで触れていないんじゃないですか。今回、裁判所での調停の話になりました当事者の会の副代表。 服というわけですから、代表がいたんですね。この代表の方。ジャニーズ被害当事者の会、平本さん代表時に限界を超えた状況ということで、まあ限界を超えたんでしょうね。平本淳也さん。まあこれで当事者の会を離れるということになったということ。これは報道しています。ご覧いただいているように朝日新聞が報道しています。これはですね、かつての判例を集めているサイトですね。 こちら。スマップ追っかけ本事件 B。平成10年11月30日。で、えー、主文。被告ら自らまたは第三者をして、別紙物件目録1、目録1記載の書籍の出版・販売をしてはならない。簡単に言うと出版差し止めです。で、これ、判例の一つのサンプルになりましたし、今ですね、教科書の方での公共、 公共の福祉を説明するサンプルとして紹介されています。つまり公共のための出版物だとかであってもしかしそこに個人情報とかが書かれている場合には公共の福祉に反するということで制限されますよと。まあ言うなれば表現の自由というのは野放しじゃないですよというその例として教科書に載っているこれのですね著者が まあこんな感じでございますこんな感じでございますこの方ジャニーズ事務所の入り方だとかっていうのをウェブ媒体の方とかで書いているんですよジャニーさんはお忙しい方なのでどこどこに行ったら必ず会えるわけではないけれどなんてね そんなことをやった人間が当事者の会の代表になっていた。もちろんこれも必要に繰り返しますがそれぞれのお気持ちはあるのでこれをもってどうだということは言いません。ただしこの判決は判決でもう最高裁で確定しているもの。この重要な背景情報についてマスコミは伝えたんですかということ。さらにこれはですねマスコミの一応一角ですかね。週刊実は、 このような見出しで伝えておりました。これは現在は旧ジャニーズ事務所、スマイルアップにしてもスタートエンターテイメントからも離れていて、別の芸能事務所の方を立ち上げている方です。ただこれもまあ疑惑なんで、お名前その他は控えておきます。ただ、この方、あえて言うのであれば、ジャニーズアイランドの社長を務めていましたので、いわゆる何かがあった今、 告発だとか BBC が取り上げている時期の時に中の人だったこれについてもマスコミは一切伝えていませんそしてもう一人中の人と言いますと旧スマップの、まあ、言うなれば育ての親だった人物現在芸能事務所を立ち上げましてこちらに所属のタレントさんは大活躍ですこれを批判するつもりはありませんただこの方次期ジャニーズ事務所の 経営者だったんじゃないかいやジャニーさんの後を継ぐんではないかと言われていたその中の人でこの方がですよ後にスマップ開催に伴ってスマップを離れていった人たちと芸能事務所を立ち上げてあじゃあまあいわゆる干された側ななのねねっていうところになりますよ、ね、ただこの SMAP だった時代にメンバーアイ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 メンバー とかっていうことはありましたよね。あの時なんだか報道機関に、てんてんてんとしておきます。まあそうした人物に話を聞くなり、そうした人物も報道しなければ、果たしてフェアなのか。国民の知る権利を実現しているのか。国民の知る権利のために、ソーセージとかやってたのが、東京新聞、も月づ磯子記者らしき人物。こうした前段だとか、前提条件だとか、 背景情報を触れずに、ジャニーズ事務所だけが、スマイルアップが、BBC がってやるの、やること。私、これ、なぜこの芸能ネタと思われるんですけれど、伝えてるかというと、安倍元総理への事実上のリンチ差別に通じるかのような報道の吊るし上げです。これを批判してるんです。それが果たして、安倍元総理の事件に直結したかどうか、これから裁判で明らかになります。 ただこの一方的なリンチというものを許してしまってはいけないというのがこれまた私の立場なんですよ。そしてですね、この話題をレギュラー放送の方で取り上げたときにコメント欄でこんなのがありました。安倍さんとスマイルアップ旧ジャニーズ事務所は同じ,話、えー、同じに語れないと思います。安倍さんは国会で問題が明らかになった上に139回も虚偽答弁をした人です。朝日新聞より。はい、これ、嘘です。嘘。 どういういことかこれあの、確認のために紹介しているだけなんで、閉じますが、安倍元総理が答弁をしたのは、公設秘書から聞いた内容を話していた。ただ、この公設秘書の方が間違った情報を挙げていた。これ、後に明らかになりまして、安倍元総理が退陣した後閉じていた国会をわざわざ閉会中に開きまして、そして自分の発言をすべて訂正しています。 茶番劇のようなんですが、あの時のことの発言について、安倍晋三君、安倍元総理、安倍前総理大臣という形で答弁に立ちまして、えー、秘書から聞いた話が間違っていたので、訂正させていただきますということで、全部訂正しています。しかし、先ほどの方がどうこうというわけではなく、一度拡散された情報というものが書き換えられない。しかもこの139回っていうのはもう、国会の方では訂正されていることなんですよ。 しかしずっと130回も嘘をついたということがいまだに繰り返される。なので、本当に旧ジャニーズ事務所を擁護するつもりなんかこれっぽっちもないんですよ。ましてや創業者なんかはね、擁護してないですけれど、ただ、あくまでそこは是々非で、情報としての共有は正しいものの正しいもの、そして吊るし上げる臨時症はやっちゃいけない。そのためにこの旧ジャニーズ事務所の話題、私追いかけております。そして再び再イ ここでですね、旧ジャニーズ事務所とマスゴミとのそのマスゴミの狙い企み悪巧み、まみ、あ、これが明らかになるのかなっていうのを、えー、再びサ百ーさんのツイートより紹介しておきたいと思います石丸志ンさんの号令一つで集まるジャーナリスト様たちということでこの島崎修さんというのは朝日新聞のの記者さんのようですで。こちらのスナップショットちょっと見てみますと。 あら旧統一教会問題で今おときめくジャーナリストっぽいものになりました鈴木エイトさんこの人がジャーナリスト活動っぽいものを始めたのは我が町足立区この人ね一般的な政治的な知識ないいやあんまりあんまりないあんまりない方でしてどんか知らないですけど今ジャニーズ事務所に絡みついているようでございますただこれだけマスコミがわらわら集まっているわけですわらわら集まってきている中で 今日、先ほどから紹介している話題どこか一師でも触れたでしょうかただ旧ジャニーズ事務所スマイルアップは法治国家の参加者らしく裁判所でお知らせで決着をつけようという行動に出ました私はこの行動をセットします。よって旧ジャニーズ事務所現在のスマイルアップ、そして東山紀之社長は法治国家の民として正しい反撃にいや、というよりは 殴,殴られたから殴り返すではなく全てを解決するというポジティブなまさに笑顔あふれるかのようなその対応私はこれを応援したいなと思う今日この頃で。